皆さんこんばんは、秒針のキノです。今週のキノレディオスタートです。キノレディオ、この番組は毎週火曜夕方5時配信。私、秒針のボーカルキノが好きなことを好きなだけ喋りまくる、そしてリスナーの皆さんと作っていくラジオ風番組でございます。本日第54回、今週も楽しく好き勝手におしゃべりさせていただきたいと思います。最後までどうぞお付き合いください。さてですね、まず一つ目のお話、まずお知らせでございます。今週末7月31日日曜日、夜8時20時から、定期弾き語り生配信を行う予定でございます。今回はですね、ちょっといろんないつもと違う時間なんですけど、ちょっといろんな事情がありまして、いつもの6時じゃなくて8時、夜8時からなので、普段来れない皆様も、8時だと見れないよっていう皆様もいらっしゃると思うんですが、ぜひぜひあのお時間ある方、そして楽しみにしてくださってる方、7月31日曜日は、8時からここ秒針 YouTube チャンネルで集まっていただけるととても嬉しいです。リアタイできない方はぜひ、多分アーカイブ残すと思うので多分ちょっとあの絶対とは言えないんですが、その場合はアーカイブを楽しんでいただけると嬉しいです。ということで、またいくつか、リクエストもいただいてますので、リクエストを答えつつ、当日にねいただいたリクエストも歌いながら、自分のこれ歌いたいなって曲も歌いつつ、また楽しい時間を皆さんと過ごしたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。さて、まずですね、一件私キノへの質問をいついただいておりますので、お便り読ませていただきたいと思います。ラジオネームしゅうちゃんさん、最近キノさんの大ファンになりました。ありがとうございます。毎日キノさんの歌声に元気をいただいてます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。質問を3ついただいてますね。質問1、いつから歌手になろうとかギターを弾き始めたきっかけを知りたいです。質問その2、普段は音楽活動以外のお仕事をされてるんでしょうか。モデルさん、女優さん、アイドル活動とか。おお。質問3、好きな男性のタイプはどんな方ですか。またぜひ CD 再販売お願いいたします。ということで、お便りをいただいておりますが、3つ質問いただいてるんですけど、どうしようかな。まあ好き勝手に答えさせていただきますね。いつから歌手になろうとかギターを弾き始めたかっていうきっかけについてなんですが、まずいつからっていうのは、まあ歌手になりたいなーとか思ってたのは、小学校6年生とかですかね。私歌手のシンガーソングライターのゆいさんが大好きで、ギターを始めたんですが、ギターを始めて、弾き語り練習したりだとか、ゆいさんの曲をアコギで弾くのは練習したりだとかして、始めましたね。で、歌手になりたいとか思い出したのは小学校6年生なんだけど、ギター自体は、いつからだろうね。多分小6か中1か、とりあえず中学校の方が一番ギターを弾いて歌ってた、家でずっと歌ってたっていう印象がありますね。っていう感じでですね。で、そうですね、中学生の時はバスケ部に入ってたんですけど、受験生、中3の時はね、特に中3の時は、受験生なんですが、部活が終わったらすぐ家帰ってきてギター持って歌って
めちゃめちゃ近所迷惑だと思うんですが、めちゃめちゃ大きい声で歌って、ゆいさんの曲練習してとか、あとその時は月刊歌謡曲っていうギターとかのコードがたくさん載った、月刊のね毎月発売されるコード表みたいなのが売っていて、で流行りの曲最新曲とかの、コードが書かれていて、なんかそういうの見ながらゆいさんの曲以外も練習したし、ゆいさんの曲もそれで練習したりしてましたね。発売されてすぐの曲が結構乗ることがあったので、それで練習してみたりだとかしましたねっていうというきっかけですね。だから私が音楽を始めた、そしてギターをやろうと思ったきっかけは全部ゆいさんの影響が大きいです。ということで、質問に質問さんは答えないかなすいません、3つもしくださったのに。ということで、質問ありがとうございました。じゃあなんで答えてんって感じなんですけどはい、という質問いただきました。しゅうちゃんさん、お便りありがとうございます。さて、先日7月25日ちゃう、嘘嘘、7月23日土曜日に、ついにミスチルの生きろをカバーさせていただいた動画をアップロードしました。皆さんもうすでに聞いてくださったでしょうか。もうすでに聞いてくれた皆さんはあと100万回ぐらい見てください100万回させていくね、そしたら、ということで、なんとですね、今回は海で生きろを歌って撮影してきました。前までね、ずっと海でギター弾いて歌いたいっていうのを去年ぐらいからずっと言ってたよね、言ってたんですけど、それも叶い、そして生きろもね、心地いい海風の中、まあ、ちょっと映像を見ていただくと雨が降ってるっていうか天気が悪そうっていうのはすごいあったと思うんですけど、あれ実なんかすごいすごくて、あの時最初ねちょっと小雨が降り出して、うわー撮れないかなと思ったんですけど、いやもう撮っちゃおうって、で後で吟味しようと思ってね撮ったんですよ、撮影したんですよ。そしたら雨は若干降ってるんだけれども、途中からというか一番のサビに入るあたりで一気に晴れ間が見えてきて、でそこから太陽の光がパーって自分に当たってる、すごい眩しかったんですけどで海のね水面がキラキラ輝いていてっていう映像、まあ、皆さん気づいたかわかんないんですがっていう映像が撮れまして、私はなんか私が海に向かって歌ってそれで晴れ間が出てきたと思ってまして、でね結構生きろの曲にもなんだかもうカンカンでのすっごい綺麗な晴れ空もうまた綺麗だと思うんですけど、また生きろの曲にそのねちょっと曇り空で、荒波みたいなのが合ってる気がして、で今回この映像になりました。でね、まあ、もちろんこれ動画については全部頭からお尻まで一発で撮ってるんですけど、それで実は何回もってかあと 2,3 回ぐらい撮ってまして、でそれが少しちょっと NG 集ということで、あと今回の生きろの動画本編には載せなかったけど、どうしてもここで供養したい私お気に入りの映像があるので、ここで皆さんと見てもらって楽しんでもらって、供養したいなと思っております。眠らせとくのもねもったいないから、はい、ということで久しぶりに本当にお待たせしましたですね、久しぶりにあげた、カバー動画生きろの NG
秘蔵映像集でございます。どうぞ。さて話は移り変わりますが、前回募集させていただいた、皆さんの夏の予定、この夏何する、皆さんの今夏の予定、おはしたいこと教えてということで、お便りテーマ、トークテーマを募集させていただきました。早速いただいたお便りを読ませていただきます。ラジオネームトリュフさん、キノさんこんばんは。こんばんは。夏休みのある小学校時代に書いたいという某アーティストの曲を毎日思い出す今日この頃ですが、現実は仕事の毎日、大人はなかなか休めないですね。ちなみにミスチルの光の差す方へです。夏のイベントですが、久々に家族で海に行きます。いいですね。もちろんコロナ対策はきちんとしないとですが、旅行にも全然連れて行けてないので、良い思い出作りができればいいなと思っています。コロナも完全に落ち着いて、夏フェスでワイワイ騒げる世の中に早く戻ってほしいですね。はい、ということで、トリュフさんお便りありがとうございます。本当に夏休みのある小学校時代に帰りたい。いや、私は一番は、夏休みのある大学時代に帰りたいですね。大学の夏休みってめちゃくちゃ長いじゃないですか。あれ、私大学時代は軽音サークルに入っていたので、毎年合宿というものがあって、夏休みは割とそこで時間使ってて、というかそれがメインだったんで、でまあ言うてお金もかかるしね、お金ない大学生なんですけど、なんかそうですね、なんか旅行行ったりとかあんまりしなかったかな、気がする。でももっと海外行っとけばよかったって、なんかコロナ禍になったから余計に、もっとあの時ないお金をはたいて頑張ってなんか海外に行けばよかったなって思いました。思う今日この頃ですということで、いやお便り戻りますね。今年は海に行かれるということで、いや、いいですね。海、どっちの海行くんだろう。日本海と、太平洋側と、どこの海行くんですかね。いや、いいですね。私、海といえば新潟の海に行ったのと、あとは静岡の海、伊豆の海に行ったりとかの記憶がありますね。でも最後に行ったの本当にいつだろうって感じだ。小学校かな、何年生だろう、全然覚えてないんですけど、海で泳いだ記憶は本当にそんなもんですね。であと海はこの前生きろを撮影した時に行って、まあでもあれも足もつけてないし、本当に海辺まで行ったっていう感じなんですけど、いいですね。家族で海、めっちゃ楽しいですね、きっと。いや、コロナ対策はちょっと大変かもしれませんが、まあ、それでもね、気をつけつつ、思い切り楽しんでいただければ、ね、いいなって思います。そしてね、本当に、夏フェスもね、なんか騒いで、マスクなしで楽しめる日が早く来るといいなと思います。ということで、トリュフさん、お便りありがとうございます。続いてのお便り。ラジオネーム横山大輝さん。木野さん、こんにちは。こんにちは。
この夏の予定は特にないのですが、なんかすぐ終わりそうなので、今からでも夏の終わりを感じさせるような曲を聴いておきます。そうすれば寂しくなることもないですもんね。本当は水着美女とイチャイチャしていたいけど、そんなこと神様が許さないよな。多分ツイッターのタイムライン上にミスチルファンの女子が水着写真をあげるんだろうけど、絶対いいねしないです。はい、ということでお便りいただきました。特に予定はないけど、まあ音楽を聴いて過ごす夏になる、なりそうですね。まあ、なんか今年はね、結構花火大会とかも、開催されるところもたくさんあると思うので、ぜひぜひ、花火を見には行ってはいかがでしょうか。友達とか、一人で花火見に行くのもなんかオツですよね。まあ、周りがちょっとね、ざわざわしてて、うるさかったり、ちょっと寂しく感じるかもしれませんが、なかなかね、なんかどっか静かに見れる世の場所、穴場があればね、なおよしですけど。ね、今年は地元のね、諏訪湖の、長野県諏訪のね、諏訪湖の花火大会もきっとやるでしょうから、なんかね、ちょっと見に行ってほしいですけどね。はい、今年はいろんな花火大会を見に行けたら楽しそうだなとは思っております。花火はね、いいですよね。本当に綺麗だもん。なんかこの2年間花火とかね、花火大会とか結構中止されたけど、もう絶対どんなやり方でもいいから花火を上げてほしいですよね。花火師さんたちができなくなったらもう廃業ですとか、もう花火師さんたち廃業とかなったらさ、もう花火が見れなくなっちゃうし、もうそれを引き継ぐ人たちもいなくなっちゃうからさ、もう花火が見れなくなるっていうのが一番ね、夏の風物詩が一個なくなるってことだからさ、由々しき事態だよね。まあなくなることはないんだろうけど、でもね、このコロナ禍結構まさかそんなことかみたいなことがかなりたくさん起こったからね、あながちそれも、もしこのまま花火大会がずっと中止が続いて、花火が見る機会、上げる機会がなかったら、なくなっちゃったらね、本当に花火師さんたちも続けられなくなっちゃうからね。だからもうさすがにもう中止しないでほしい。なんとかして見たい。見れるようにしてもらってね、ぜひ花火は見たいですね。やっぱまあ、近くまで行かないとですけど、こう花火を見上げて、ね、まあちょっと風がない時は煙が花火にかかっちゃったり、あーみたいなとかね、あと打ち上がってパッって開いてドンって低いね音、腹の底にドンって響くような音、破裂音というか爆発音というかね、あれもまたね醍醐味ですから、もう今年はいくつ花火が見られるか楽しみですね。ということで、いい夏に迎えられるように願っております。そして私なんですが、私の夏の予定はね、なんだろう、なんかこれっていうものは、あんまないというか、まあるけどね。まあまず念願の海で弾き語りで歌うっていうのは一つ達成できたので、よかったなと思ってます。であとは8月にちょっと果物狩りというかね果物狩りに、いつも仲良くしてくれてる人たちと、お世話になってる人たちとちょっと果物狩りに行くっていう予定があったり、あとですね、私ちっちゃい頃から、ちっちゃい頃ってじゃない、小学生の時ハリーポッターが大好きで、もう小説も全部読んでとか、映画も全部見てとか、もちろんユニバもあんま行かないんだけど、ユニバのウィザーディングハリーポッターのねとこも行ったりして、あとバタービールも飲んだしっていう、結構ハリーポッター好きなんですだったんですけど、でその私が今
東京でね、赤坂でやっている公開中の、舞台をハリーポッターと、ハリーポッターと呪いの子だっけも、ちょっと見に行く予定にしてまして、それが結構ね楽しみですね。はい、っていうのがあったりだとか、あとはですね、ちょっと、まあ、夏の予定じゃないんだけど、まあ、今後の予定っていうのかな、あとはあの10月末から東京で、またこれも東京なんだけど東京であのハンターハンターの作者富樫先生のね個展があるらしくて、でちょっと今チケットとかまだ何も情報が出てないかな、多分ねと思うんだけど、それもなんか行きたいなーって思ってます。まあ夏の予定っていうか、もうそれはもう秋の予定なんですけどとかね、はい、予定しております。予定まあ行くとは決まってないんだけど、まあそんな夏を過ごして、そんな秋を予定していますって感じですかね。はい、ということで私の夏は、夏らしいことってはあんまりないのかな。でも果物狩りは、まあ、夏らしい桃とかね、ぶどうとかをちょっと取りに行こうぜっていうことなので、まあ、ちょっと夏旬のものを食べるっていう意味では、まあ、夏らしいんじゃないかなって思ってます。なんかとかね、浴衣着てみたいよね。なんか私いつだろう、浴衣最後に着たの高校生とかかな、ね、浴衣着たりしたいね。いや最近なんか駅とかで結構着物を着た奥様が歩いてらっしゃるからね、着物の方が涼しいって聞いたこともあるので、なんか着物着てみたいなとかもね結構思ったりしますね。ということで、はい、私の夏まあ夏らしいことは生きろの撮影の時にできたかなと思うので、よしとしましょう。本日のキノレディオ、ここまでです。キノレディオでは毎週お便りを募集しております。番組への感想、私、キノへの質問も募集しております。そして、次回のトークテーマは、夏にぴったりなスイーツ、紹介します。はい、ということで、キノと甘味録プラスの企画でございます。皆さんの、夏にぴったりだと思うスイーツ、もしくはこの前食べてすごく夏を感じたんだよねみたいなスイーツをぜひぜひ紹介してください。私も夏にぴったりなスイーツを紹介したいと思います。というわけで皆さんのお話ぜひ聞かせてください。お便りはこの動画の概要欄、お便りフォームからどしどし送ってください。あなたのラジオネーム、そしてどの内容でお便りを送るか、そして内容を記載の上、フォームにてご回答ください。ということで、今週も好き勝手喋らせていただきました。来週もぜひお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。今晩のお相手も美容師のボーカル、キノでした。それではまた来週。バイバーイ。